はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三複素数の積と小丸二をお送りします。で、今回は問題演習です。この2問やっていきますので、まず1回ね、ここで動画を止めていただいて、これをチャレンジしてみてください。で、確認してもらって厳しいのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。で、問題はシンプルです。まあ、アルファとベータがね、まあ、与えられてると、複素数がね。で、まあ、変革はいつも通り0から 2π、まあ、1周分だね、0度から360度とした時に、アルファベータかけたものとベータ分のアルファ、まあ、小ですよね。で、これをそれぞれ極形式で表そうっていう問題です。で、これはですね、やり方、本当は、まあ、1個なんですけど、一応ね、ざっくり言うと2個やり方があって、それが、まずアルファベータ、これをそれぞれかけて計算しちゃおうと。で、計算してまとめたものを極形式で直そうぜっていうやり方もあるんです。ただ、それでやってしまうと、解ける時もあるんですけど、解けない時のが多いんです。基本的にね。だから、あんまりやんない方がいい、それは。おすすめしないです。じゃあ、どうするかっていうと、かける前に、これをね、前に、アルファベータ、この形見たときに、あれ？これ両方極形式直せるじゃん、それぞれをね。って思ったら直してしまいます。つまり、アルファ、ちょっと1番に入る前にね、1-i です。これを極形式に直します。で、今、1とマイナス1です。それぞれ2乗して足すから、ルート2がまず出てきますね。これ、r の部分です。で、カッコ、コサイン。で、ここの角度が欲しいんですが、1とマイナス1ですね。こう考えたときに、1、これ、単位いらなかったな。1のマイナス1だから、失礼。単位いらないわ。ごめんね、間違ってしまった。こうなった時に、1のマイナス1だから、ここです。で、これは、まあ、1対1になってるので、この部分がマイナス45度なんですよ。1対1だからね。ただし、今、こう考えなきゃいけないんで、315度になります、ここは。つまり、ここの変革に関しては、これを、π に直す必要があるので、180分の 315π。で、45で約分します。そうすると、4分の7と。だから4分の 7π ですね。変革に関しては。ってのはわかる。だから、この部分が4分の 7π。プラス、isin 4分の 7π となります。これでまずアルファの方が終わりました。直しがね。じゃあベータの方も極形式に直しましょう。で、ルート3プラス i です。で、まず r の部分。3を、あの、ルート3を2乗すると3。1を2乗すると1。足すと4。で、ルート4なんですけど、ルート4は2になるので2です。で、あとは変革ですね。ルート3対1です、今度は。だから、ルート3、遠くに行って1なんで、こういう、まあ、斜面というかね、ここになります。で、ルート3対1は30度なんで、ルート3対1はね。だから30度。で、これを直すと、180分の 30π、約分すると、6分の π です。あ、もちろん1回1回直さなくても、いや、30度って6分の π だよねって覚えちゃっても構わないんですけど、一応自分で、ね、不安なんで、確認しちゃうんで やるんですけどね。で、6分の π、プラス、isin 6分の π と。これで、まぁ、ちょっとね、最初にめんどくさい作業が入るんですが、極形式にそれぞれ直しました。じゃあ、こっから、1番、アルファベータ求めていきます。で、これは前回の複素数の積と小、丸1の動画でやったこのポイントのところでね、やりましたけど、その複素数っていうのをかけたとき、アルファベータ、極形式にそれぞれ直したときにかけたときっていうのは、まず、ここの数字、かけます。ルート2と2をね。だから、2ルート2、カッコ、コサイン。で、この、変革の部分っていうのは、角度はかけるんじゃなくて、足すんだよね。だから、4分の7。ちょ、π 後でかけますね。と、6分の1を足します。で、12に通分かな？ 12 分の21と、12分の2。つまり、12分の23です。これ、約分できないもんね。だから、それがきます。23π プラス、
i サインで同じですね。12分の 23π。 これ答えです。これで終了。結局極形式で表そうって言ってるんで、まあ極形式に直してから勝負した方が早いんですよね。楽で終わると。じゃあ前回の公式を使ってこんな感じでやってください。でもう一丁ですね。小の方、ベータ分のアルファ。でこれも同じです。前回やった公式を使います。でまず r の部分っていうのはそのままね分数なんで、まあベータ分のアルファだから2分のルート2。まあこれ多分ルート2分の1とかに、あ、いいんだよ、なんでもない。それ直したよ、ダメだね。このままでいきましょう。で変革の部分。っていうのは割るんではなくて引き算です。引き算は上から下を引くので、まあ4分の 7π から6分の π を引きます。つまりこうなるんだよね。だから数分もしてあるからさ、こうなります。なのでコサイン12分の 19π プラス i サイン12分の 19π と。これで1番が終了となります。まあ、前回ね、使った公式だけでいけるので、まあ、最初に極形式に直してから勝負するっていうところを気をつけてください。では、2番いきましょう。で、2番に関しても前回やったポイントを使います。まず、アーギュメント。アーギュのベータ4乗です。で、これ、ちょっと結論書いちゃいますね。これどう直せるかっていうと、4アーギュメントベータと、こう直せるんです。で、これはアーギュメントの肩についてる、まあ、指数ね、の部分が前出るよって覚えちゃっても構わないんですけど、一応なんでこうなるかを説明します。で、これ例えばね、ちょっとベータ2乗に直します。で、これも、2アーギュメントベータってなるんですけど、どういうことかって、これ前回、まあ、動画でね、ポイントでやったときに、これ前回書いたポイントね、Z1、Z2、つまり2つのものをかけたアーギュメントの中でね、かけたものっていうのは、まあこれ角度の話なんで、それぞれのアーギュメントを足したものと一緒ですよっていう、これが公式だったの、ポイントでやったやつですね。で、今これも、ベータ2乗っていうのは、つまり、ベータ×ベータですよね。ベータ2乗っていうのは。つまりここ、ベータとベータ。で直せば、ここもベータ、ここもベータなんですよ。つまり、アーギュメントベータが2つだから、2アーギュメントベータってなるんです。足すからね。で、それをやってるだけなの。で、結局、4乗になっても、ベータが4つだから、アーギュメントベータを4つ足してるんですよ、全部。こうやって。だから、4つくっつけて、4アーギュメントベータと。こうなります。ただ、最初に言ったように、まあ、アーギュメントの中のね、肩の数字が前に出てくるよって、覚えちゃっても構わないんですが、一応、公式を使って導いてるものなんだっていうのは頭の片隅にでも置いといてください。ってことで、ベータ4乗が普通にアーギュメントベータに変わりました。で、アーギュメントベータってどれかっていうと、ベータの変革です。アーギュメントは変革角度だからね。つまり6分の π。だから、4かける、今ね、6分の π。なので、これも約分して、3分の 2π。 これでも終了となります。で、もう一丁ですね。これです。ベータ3乗分のアルファ2乗ですね。では絶対値の中に入ってるんですが、まず絶対値の中にこう指数であると複素数が分数で入ってるんですけど、分母と分子にまず分けれます。ちゃんとやるんだったらね。だからベータ3乗、絶対値ベータ3乗分の絶対値ベータ、アルファ2乗。まずこうやって切ることができますと。で、こっから、この2乗3乗っていうのは、絶対値の外にこう出すことができます。こうやってね。で、そうすると、絶対値ベータっていうのは、これ2個前かな、動画的に。待ってね。1、2、3。3つ前ですね。っていうのは、極形式直した時の R と一緒です。結局距離なんだね。ここと一緒になります。だから、絶対値ベータっていうのは2なんです。ベータのこの部分だから。で、絶対値アルファっていうのはルート2なんです。じゃあそれを入れます、あと。だから、下が2の3乗
上が、まあ、ルート2の2乗ですね。ってなるので、ルート2の2乗は2だからさ。つまり8分の2、つまり約分して、4分の1と、これで終了となります。なので、まあ、前回ね、ポイントでやった公式というか、まあ、覚えてもらったやつは、こういう問題でこういうふうに活かすこともできますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は、高校数学の数三、複素数の積と小、丸2でお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回ね、また続きやっていきますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。